どうも、カズドリのカズです。今回は近代生相手に講座動画にしようとしている技試してみたというわけで、 YouTube でドリブル講座を行うにあたってやっぱり実践でちゃんと使えるスキルだっていうことを証明するために、プレイ中に実際使ってるのを収める方がより動画に信憑性が増すと思うんですけども、普段やったら自然に使ってる技についてこれいいやんっていうので講座動画にしてるんですけど、今回はあらかじめ講座にしたい技を2つ準備しております。その技を実際にプレイ中に使えるのかどうか試していきたいと思います。それでは具体的に講座にしたい技2つを紹介していきたいと思います。まず1つ目はカットイン後のタッチ。さらに2つ目は相手の間合いを盗むタッチ。というわけで、実際にこの2つを意識して今回のフットサル挑戦していきたいと思います。それでは早速行ってみよう。はい、というわけで無事2つの技とも紹介することができました。まあね、使えるって言ってて使えなかったらそら話にならんやろっていうことで良かったです。まあどちらの技も1試合あったら絶対に使うタイミングが来る技だと思うので、ぜひ今後この2つの技について講座動画出させていただきます。それまでしばしお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。この動画がためになったと思ったら高評価よろしくお願いします。いろいろな動画も上げているのでチャンネル登録も忘れずに。